好き。さくや。誰？誰なの？そこにいるのは。その声は、ミコトか？やはりそうか。夏彦！夏彦、これはあなたの意志なの？それとも、いつきか誰かに頼まれて、私たちに力を貸してくれることにしたの？バカバカしい。俺が敵対している連中の申し出をやすやすと飲むと思うか？それじゃあ。俺は、俺の意志でここへ来た。いつまでもお前にそのような姿をさせておくわけにはいかないからな。どんな姿をしていても私は私よ。たとえこんな小さな体でも、私自身は何も変わらないわ。そうか。だがその割に、今にも泣き出しそうな顔をしているようだが。そんなこと。そんな、泣きそうな顔なんて、私は。他の二人はどうした？わからないわ。少し前まで一緒にいたのだけれど、私だけ穴に落ちてしまって。穴？ええ。それで気がついたら、私だけがこの場所にいたの。あなたは？最初からずっとこの辺りにいたの？いや、もう少し離れた場所にいた。今は地図に沿って歩いてきたところだ。地図？ああ。お前は持っていないのか？持っていないわ。でも、それは私だけじゃなくて、いつきやさくやも同じはずよ。それなのに、あなただけが持っているなんて。これ、お城までの地図じゃないの。じゃあ、この地図通りに進めば。ついてくるか。え？今のところ、俺はこの地図通りの道を進むつもりだ。お前はどうする？俺と共に来るか？私は。迷うなら俺と来い。悪いようにはしない。それに、この辺りに留まったところで、お前の仲間に会えるわけではないのだろう？ええ。わかったわ。あなたと一緒に行く。だったらついてこい。ねえ、夏彦。その格好は何？なんだか、ウサギの耳が生えているようだけど。俺に聞くな。夢使いに聞け。自分ではわからないの？わからん。そういうお前こそ、なぜそのような格好をしている？ああ、私のは、シンデレラですって。シンデレラ？もしや、童話のか？知っているの？大体のところはな。なるほど。童話か。それならば俺のこの格好は、さしずめ三月うさぎ。いや、導き手という意味では、白うさぎといったところか。もっとも、白うさぎが手にしていたのは地図ではなく、時計だったはずだが。なんだかよくわからないけど、つまりその格好は、シンデレラに出てくるうさぎということ？いや、おそらくこれは、不思議の国のアリスという物語の登場人物を模したものだ。他の連中はどうなんだ？昨夜は私と同じシンデレラの登場人物だったわ。お城にいる王子様ですって。なるほど。日頃お前のそばにいる連中は皆、シンデレラの登場人物の格好をしているというわけか。それがそうでもないの。小春たちのチームは白雪姫、七海たちのチームは赤ずきん、いつきに至っては
私と同じチームなのに、シンデレラとは関係ない、ただの。ミコト。捕まれ。大丈夫よ、これくらい。強がるな。さっさと捕まれ。ありがとう。どこか痛めたところ？特にないわ。つまずいて転んだだけだもの。意外と抜けているんだな。失礼ね。普段ならこんな失敗はしないわ。ただ今は。分かっているのよ。今の私は一人じゃ何もできないって。でもそれを認めたらあっという間に押しつぶされてしまう。不安とか弱い心とかそういったものに飲み込まれて、きっと声を上げて泣いてしまうわ。だから早く元に戻りたいの。私が私ではなくなってしまう前に。こんな気持ちあなたにはわからないかもしれないけれど。そうだな、まるでわからん。どんな姿になろうと俺は俺だ。俺が俺でなくなることなどありえないし、考えたこともない。そうね。だが物事がままならない辛さや悔しさはわからなくはない。え？ことが自分の望むように進まない。こうしたいと望む気持ちが叶えられない。例えば俺が常に好いた女のそばにいられるなら、どのような時でも手を差し伸べて泣かせることも甘やかすこともしてみせる。だが今の俺にそれは。ああ、いたいた、サクちゃん、いたよ。